ハロー。どうも、ベテランチです。今日は博多に来ています。博多で今日は俳句の本を買いました。藤田聡、二例の茂る頃とその前後、一句紹介します。セイタカ泡立ちそうに埋没のセダンある。セイタカ泡立ちそうに埋没のセダンある。これは字余りですね。セイタカ泡立ちそうに埋没のセダンあるって分かれてますけども、このセイタカ泡立ちそうっていうのがこう、テンポを作ってですね。で、なんかついてる。最悪や。埋没のセダンあるっていうのがですね、こう、セダンをこう、草が包み込んでる感じっていうのをこう、ちょうどよくこう、で、カタカナが多いっていうのもまたね、面白いんですよね。それはそうと、博多で今日一日過ごして思ったんですけど、博多の男は全員女を殴ってますね。はい。ぽっちゃり系万歳。鳥貴族で一番うまいメニューは、山芋の鉄板焼きですね。それをポケモンで例えると、キリン力ですね。家庭教師ヒットマンリボン。あ、こんなところにイカ刺しがあります。ちょっと食べていきたいと思います。福岡名物ね、生きたいイカをそのままさばくという。いただきます。ポッピングシャワーぐらいうまいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。